郷田清キヨは昭13年5月6日は明治中期から昭和初期にかけて活動した木版画家。パリで学び、板目木版の伝統を培ってきた日本の木版画界に木口木版の技法を伝えた。白馬界の同人としても当時の美術界に影響を与えた。1862年江戸、赤坂で旗本の田島鍋吉の次男として生まれた。 兄の田島あたる親は帝国陸軍大佐でフランス語の通詞も務めた人物で儒学者の豪田西樹の長女春子と結婚した。清は西樹の次女春子と結婚して婿養子として豪田生を名乗り、西樹からは和漢字を習った。1880年、清は兄のあたる親が中仏武官に任命されて突出する際に同行。農学の研究のために、 パリへ渡るが、同地に留学していた、山本放水に勧められて、サンニコラ工業学校の教授で、ホリバン氏のシャルルバルバンの工房で、木口木版の技術を学ぶ。版画を習う一方、薬版画学校で、バーニスから絵画を習い、アルカンボウからはフランス語を学んだ。なお、ゴーダは、退仏中の松岡久志、原田直次郎、黒田清照、五世田義松、藤正蔵らとも、 信仰を結んだ。バルバンからは、出版写真レガを用いた、エングレービング白線法半儀の金属、突板転写法を習得し、1885年5月には、パリのサロンに、ガカモンバールが描いた風景画を版画化して出品した。1886年2月にバルバンの工房を、卒業した後は彫刻師のチリアの工房で学んだ。 同年5月にはキロにツくノウフを描いたルイス・アダンの絵画を版画化し、1日の終わりとしてパリのサロンに出品し、前回を上回る高い評価を受ける。1887年4月にチリアの元を離れ、パリの雑誌、ルモンド・イルストレの日本特別通信飲食宅として、同志の差し絵版画家となる。同年7月に山本法水と共に帰国する。 小田は修営者の佐久間定一の援助の下、山本放水との共同で、文部省教科書の仕事をする。翌年には、山本と共同で、桜田本郷町に、生田組館という2階建ての木口木藩工房を開設。1階を生田組館木藩部、2階を生田組館が学校として2人で、更新の指導に当たった。山本が主催した二階のが学校は、 後の白馬界の前身となる。当時の日本には、木口木版の技術はまだなく、合田は、技術資材の開拓に非常に苦労を重ねたと言われる。写真や絵画を複製して、活字と組み合わせて印刷できる。この技法は、当時の日本に、好意的に迎えられ、写真製版の技術が整うまで、新聞や教科書などの多くに、彼らの名を残した。合田は、 当時の日本橋近郊堂、博文館の挿絵や、東京朝日新聞、東京日日新聞等の付録版画を彫っている。ゴー田の代表作として、1888年7月10日総刊の東京朝日新聞第1号付録、危険の肖像や、7月15日に発生した万代山噴火の際、朝日新聞社の特派をしていた、 宝水の写生画を版画化した、同年8月1日付の朝日新聞付録版が、万代山噴火神図などが知られる。これは山本が、大板の木版大儀を持って現地に急行し、持ち帰ったスケッチをもとに、豪田が2日と一晩で掘り上げたものである。他にも、日光その他の風景画などに優れた作品がある。白馬街道人前列、岩村通る中列。 久米慶一郎黒田清出郷田清光列、佐野明和田作岡田三郎介小城ためしげ1893年に、黒田清出郷、久米慶一郎らが帰国すると、二人は、生田組官を黒田らに譲り、洋画研究所、天津道場を開設し、自身は、麹町の黒田清出邸の近隣に居を構えた。以後、黒田と親しく交流し、 黒田が日清戦争の従軍画家として描いた作品を版画化してルモンドイルストレに寄稿した。1896年には黒田の勧めで東京美術学校の教授に就任し、西洋画家でフランス語を教えた。1899年8月には同校の臨時博覧会館サインに就任し、12月に同校の教授職を体感する。同じ頃、久美館にて、 絵画の研究所、白馬会を開設。岸田流星、清宮明、岡本喜一、菊池武志らがここで学んでいる。1900年2月には、パリ万国博覧会出品連合協会委員として、党自身も博覧会に出展する。翌年に帰国すると再び、東京美術学校でフランス語を教えた。 1903年には第五海内国環業博覧会の審査員を務める。版画作家としても1905年に版木に下絵として出版写真ネガを貼り込む方法を考案し、いがみぼんこつが実作した。これにより複製版画の製作に従来のような手間がかからなくなり、数十枚単位で作ることが可能になった。 郷田清キは1938年5月6日に75歳で死去した。真の息子の郷田光一は乱の研究家として国際演芸会長も務めた。ありがとうございます。